いてのびつアーどうも皆さんこんばんは東横ヨ名人ですえー、本日も7月中旬東京某所我が家進出ゆお届けしておりますお相手は私東横ヨ名人と今日もズームで長野からこの方ですはいこんばんは坂本ですはいえー、ということで今日はメールを頂い,いておりますえー、差し出しに二郎さんという方です え題名、息子が薄になりました。と、うん、いうことで。題名から重たい。指針でですね、あの、うん、僕の自転車に関する、話題をしていただきまして、ええー、チューブにアダプター挿入が面倒だったため、ひらめゆこムでググってください。ということで、そういうアドバイスをいただきました。うん、で、ステッカーと交換してくれませんかっていうことをおっしゃってるんですが、ステッカーが古い URL なんで、うん、もう使いません。 <laughs> なので、新しいノベリティを作らないとダメなんですよ、坂本さん。え、このあの、山のようにあるこのステッカーがいや、そう。の山のようにあるステッカーが。全然,全然、だって、野吉桜 NEJP ですからね。もう使えない。独自ドメイン取る前ですから、今、野吉 .net ですから、お家は。えー、じゃあこの太鼓はどうやって履いたらいいんですかいや、教えてください、もステッカーいるそんなに。じゃあ、あの、こそっと。はい。 岡谷の駅に置いときますわ。やめてください。<laughs> ああ、岡谷の駅に置いとく。ああ、みんな岡谷の駅に取りに行ってくれと。うん。そのあの、新焼き茶銭湯場にいろんなフライヤーを勝手に置かないでくれって、ムヤ兄さんが怒ってたみたいに。うん。<laughs> ちゃんと言ってくれたら配るから。うん、そうか。そうか。使ったかの彼か。いや、まあいいですけど、ね、まあその URL アクセスしても誰もアクセスできない状態ですから。で、ね、そうなんですよ。だからね。ちまちま、ちまちまマジックで変えとけばいいうん、それもあり。<laughs> シールの上に訂正シール貼るっていうのはありかもしれないですけどね。うん。うーん。まあ、ということで、ステッカーもう一回作り直すか、なんか別のノベリティ作るか、ですかね。またもう一回ステッカーと、それから、あのー、T シャツは一回作ろうかなと思いましたけよね、坂本さんと僕の分で。あ、T シャツね。うん。ロゴだけだったらかっ,かっこいいと思うんですよ、多分。あ ロゴ自体は別にあの、ノギツのロゴはかっこいいと思ってますよ、僕は。うん。うん。あとは、あれでしょその、左の袖とかに、東淀川大学、サダマサ研究会って入れるんでしょ <laughs> うん、まあまあ、それでもいいですよ。サダケって。サダケって。<laughs> <laughs> まあ、もはやね、サダケ自体、ちょっと10年、20年前はギャグでしたけど、うん。サダマサの価値がなんか相対的にも上がってきちゃってるんですよね。 えいや、再評価っていうか、結構、佐田正サやっぱすごいよねってなってるじゃないですか、今。世の中。あのなんかのタルタルのおっぺたの佐田正サが。<laughs> ドラマにも出たり、また。もう誰が再評価されるかわからない世界ですね。いやー、本当にね。浜田翔子はいつなんいや、すぐでしょ。再生産、再生産の時代ですから。 まあ、要は、その、そういった、その、どっかあるんでしょマスコミかファッション業界知らんけど、うん。そろそろ、さだまさし言っとくかとか、うね、かそういう人たちがいるわけでしょ <laughs> まあまあ、色を決めるのは本当にいるっぽいですけどね。うん。うん。なるほどね、まあ。いや、最近ヒット曲聞かないけどね。<laughs> 聞かないよ。みんなそうですよ。再生さんばっかりですよ。ね、はい。ということで、なんか、なんか、ノベリティまた作りたいなと思いますけど、まあ、ステッカー。 あと僕考えたらちょっとリッチなのは測量野鳥に内入れできるとかね、あるんですよね。あの野鳥手帳いいですよね。うん。野にね、<の>測量手帳とか。そうそうそう。どうやって入れたらいいのかなっていうのもね。うん。うん。っていうことで考えてますので。あれは結構、でもそんなにお高くはなかったよね。うん。でもね、5万ぐらいは多分かかるんじゃないかな。何冊 ?100 冊 ?100 冊サインぐらいか。 売らなきゃダメですからね。それや、渡すときに、はい、100円みたいな。<laughs> いやいや、100円やったらえやろ。うん。配ったら。はい。ということで、えー、メールタイトル、スコアを打つになりましたっていうタイトルでいただいております。はい。はい。えが、ー、なくてすいません。本題なのですが、悩みというか愚痴だけになるのですが、よければ聞いてください。今現在、息子22歳。え二、ー、十歳で東京に就職したのですが、3年目が始まった途端、 4月の末より、うつ病という診断を受けて、会社を休み、岡山に帰ってきております。この方、岡山の方なんですよね <laughs>、えー。高専の情報系の学科で学んでたのですが、東京への憧れが強いのか、自分で勝手に700人規模の就職先も決めて、自分で決めたことだから、まあいいかと思っておりました。一番下の息子でしたので、役割を得ほっとしてたところでした。しかし、仕事が始まった途端コロナで、最初の1年はほぼテレワークだったらしく、 親から見ても社会人1年目と1年生として大丈夫なのかと心配しておりました。想像するに1年目はできることも限られるし、楽だったと想像、容易に想像できます。その頃は本人も楽だったと言っておりました。2年目の昨年は会社に出向くことも多くなり、社会の厳しさを実感したかもしれません。理由を聞いても上司折り合いが悪い,悪いっぽいということしか聞いて話してくれず、最初は自分も厳しい苦情で、社会は厳しいもんや。 ある程度我慢することも多いはず、とか、仕事の内容も知らない癖をして偉そうに言っておりました。その時、あまり見せたことのない涙をポロポロとこぼして黙って頷いていました。親としてはその姿を見るととても辛くなり、それだったらやめてこっちに帰ってきて仕事を探したら、と言っても黙ってしまい、やめることすら劫になっているようです。普段は普通なのですが、時々沈み込んだような時もあります。 今は子供の気持ちがわからない状態で親として本当に情けない思いでいっぱいです。相談したいこととか思うこととかどうしたらいいとか話す気になったら話して、としか言えません。借りているアパートのこともあるし、早く結論を出してほしいのですが、てんてんてん。愚痴になってしまいすみません。そこで質問なのですが、名人さんとか坂本さんの会社で社員さんが仕事関係でうつやメンタルダウンで来なくなり、 何らかしらの環境を変えたり、チルエウェラで、同じ職場で復帰できた人はいますかこれからも放送を楽しみにしております。坂本さん、名人さんも、お体ご自愛ください。という、えぇ、ー、ジロさんからのメールをいただいております。まあ、コロナで入社3年目っていうと、確かにコロナと一緒に社会人になった人ってやっぱいるんですよね。まあもちろんね、あの、うちの会社にもいるんですけど、うん。 あの、まあ、いろいろ世間というかね、一般で我が人たちにも言われますけども、やっぱりかわいそうやなと思うのは、うん、あの、いろんな人と知り合う機会が全くないので、うん、なんていうんですかね、まあ、あの、人脈というほどでもないんですけど、うん、相談する人が少ない。そうなんですよね。うん。ま、飲み会がね、いいっていうふうには思わないですけど、うん まあ基本的に、あの、まあ、例えば、うちの会社で言えば、ま、飲み会っていうのは一切なくなったし、うん、で、あの、会社内では禁煙っていうのはもう数年前に決まってるんで、あの、喫煙所とか、そういうのもなくなって、うん、で、ま、やっぱり、ま、その、セクハラとかパワハラとかそういうのはあんま関係ないんでしょうけど、うん、休憩所でもあんまりその、男子と女子が一緒に喋るっていうこともないんですよね。うん、声かけるっていうことがないんで、うん、本当に、あのよ、 つながりが規約になってるっていうのはあるでしょうね。うんうん、僕らはほら、今までのそのね。貯金がね、人間が貯金があるん金がで。っていうのよく言いますよね。えだからもうそれで十分やっていけるし、まあ、定年まで。うん。十分それでいけるんですけど、この若い、ここ3年ぐらい入ってきた若い子たちが、どうやって、しかも出張もないじゃないですか。うん。だから電話で喋ってる相手の顔も知らないわけですよ。うん。 これが一回ね、出張行って、ね、そこの人たちに地元の店を教えてもらって一緒に飲みに行ったりすると、もうすごい次からは、あの、電話で、ね、スムーズに行ったりするんですけど、うん、もうそういうのもな,ないんで、うん、ちょっとかわいそうだなっていう。まあもちろん彼らは彼らでもゲームとかでね、あのネット上のつながりで友人増やしたりするような世代なんで、行けるのかもしれないですけどね。まあ、こと会社になると、余計そのプライベートと仕事の線引きが、 うん、明確になるんでしょうね。いい面もあると思うんですけどね。もちろんね。うん。羨ましい面もあるかなと思うんですけど。なかそこら辺はもう、あの、いや、本人たちは多分きっとそれでいいと思ってるんで、僕らがか言、か言うことではない。ないんで、何も言わないんですけど。うん、ただね、この、コロ、コロナになってからの新入社員にアドバイスなんかね、<laughs> できないっすよ。本当に自分たち経験してないから。まあね。うん。 だって、大学生活も全然違うでしょ違う。申し訳ない。なんか、本当に今、学生さんとか見てて。勉強してないもん、俺ら。うん。今してるよ、ちゃんと。<え>強制的に。してる本当に。あの、こい子とか見てたら結構大変そうですああ、今ね、今の子はね、うん、今の子はね、びっくりするぐらい勉強するよ。ねうん。もっと遊んだらいいのにって思うけど。そう、僕らはね、本当にね、あの、ネット上でよく言われてるように、日本人は勉強しないって言われてるけど、うん。 お前に言われたくないと思うんやけど、<laughs> いや勉強してないですよ。うん、本当に。っていうか、大学から勉強なんかしてないでしょ。してないですね。なんとか試験、い<ー>っちゃつけないとか、うん、なって、頑張ったの卒論ぐらいかな、本当に。なんか会社もね、なんかみんなこう、試験を受けてっていうよりは潜り込んだって感じですから。<laughs> 潜り込んだですね、確かに。<laughs> 本当に。いや、本当にね、申し訳ないです。本当に今の子って勉強してるし、うん で、このコロナでしょまあでも実際にうちの会社でもコロナの年に入った子を一人二人やっぱ辞めてますね。その前にやっぱり同じようにメンタルダウンしちゃったっていう感じはあるんで。で、まあこのね、ジロさんが言っていただいてるみたいに、復帰した人、できなかった人、それぞれいるとは思うんですけど、まあコロナ以前の話だったらいろ,いろ言えることあると思うんですよ。 あのー、まあ、実際身近です。で、ダメですごい仕事できた人だけど、あまりにもお客さんがハードすぎて、まあ、それこそパワハラですよね。お客さんからパワハラを受けて、メンタルやられて、戻ってきたけど、やっぱ早く戻ってこないと、3ヶ月以上空くとやっぱりちょっと大変になるなっていう傾向はすごいあるのと、あとは、やっぱり逃げる。 ことを覚えた方がいいなってことをよく言いますよね。そういう、あの、特に女の子でメンタルやんだ子は真面目すぎるから、あの、無事切れて <laughs> 休むとか音信普通になるのもありやでっていうふうにはたまに言いますね。気持ちを楽にするために。あの、ちゃんとあの、俺の連絡だけ出てくれたらいいからとか、えー、ちゃんとやることだけやって、 で、姿くらますというのもありだよっていうふうに、ガス抜きの方法とかよく言いましたけどね。そうしてなんか、ああ、逃げていいんだっていうふうに思ってもらえるっていうのは、一個のなんか、小生実としてありなのかなと思いましたけど。それはあのー、名人 <laughs> みたいなその上司が言ってくれると、非常に、ねうん、気も楽になるんですけど、それ家族から言っても全然気が楽にならないんで、んなかなかね。ただまあ、あれですよね。だから、よく言うのは、 し、休むのも仕事だよっていうことを、本当に、この年だから言えるっていうのはあるじゃないですか。まあね。うん。もう俺の年になったら、本当に仕事ですからね、これ。うん。うん。いや <体を S 1> そ、そうしないとパフォーマンスが伸びないから。<laughs> そう、でも、うちの会社で言うと、そういう人たちやっぱ多いんですよ。うん、まあ、長野に来てから特に多く感じるんで、やっぱりこう、長野って結構こういうのがあるのかなとも思うんですけど、うん。 大体は、あの、もうそのまま、あの、職場を変えていただいて、うん、で、あの、もうその、なんならもう別の工場に、っていうような形で復帰はしてもらいますね。うん、もう元の職場に出ることはないです。うん、うん。あの、ま、一週間ぐらいやったらね、いいんですけど、ま、さっき言ったように、その、二ヶ月、三ヶ月になればもう、 だいたい職場を変えて、復帰をしていただく。まあ、やっぱり多分人間関係がほとんどですね。ほとんどだと思いますからね。だから、ここにこの人とはダメだとか、そうそう。っていうのしか、よくよく言ったらそれだけやっぱり原因ですからね。言わないけど、 ま、幸いにも、やっぱりあの、でかい工場になると、もうそのラインとか、いろんなチームとかいっぱいあるんで、そういうことも可能なんですけど、うん、小さいところだったらね、逃げ場がないっていうのは、うん。もう社長が嫌いとかね。ああ、もうそれはやめた方がいい。うん。いや、本当にね。まあ、一時期あの、一時ちょっと名人も心配してくれてた、僕にもそういう時期ちょっとだけあって、はい。で、メンタルクリニックにちょっと通って、うん、で、薬、なんか、 心が落ち着く薬みたいなものが書いてあって <laughs>。あと睡眠薬みたいな、あの夜よく眠れる薬みたいなものが書いてあって、それを1ヶ月分ぐらい処方してもらって、それはあの会社の産業医さんから言われたんで言って、会社の方にも多分報告は言ってたと思うんですけど、まあ3日ほど休んだぐらいかな。うん。まあちょっとその頃だいぶメンタル的にやられてたのか、 あの頃の坂本さんは怖かったみたいなこと言われましたから <laughs> はい、はい。うん。多分、よほど多分、あれなんでしょうね。さっきだってたんでしょうね。<laughs> まあでも、うんあ、あの時は、何、うん、でしょうね。なんかもう、ちょっと諦めた、もうい,いかって。<laughs> 自分の中で。うん。うん、こうなんか、結構何でもかんでも自分一人で背負ってたんですよね、僕。うん。やっぱり。本当はダメなんですけど、もう振ればいいんでしょうけど、うん。 でも、あの、実際、できる人がいないっていう物理的な問題があって、触れなかったんで、全部こう抱えてて、で、あの対応とかも全部自分で、電話対応も全部自分でしてたんで、もういっぱいいっぱいになってたんでしょうね。で、上司と大喧嘩して、ほんで、お前と働くことなんかできませんわみたいな感じで。それからちょっとまあもう、うーんって感じになってたんですけど、まあまあもう、どっかでこう、まあ諦めて、うん。無理だなと。 自分一人では何も変えられないなと <laughs>。まあいろいろそういうようなことを考えながら、まあで、結局そのメンタルクリニックでそのお医者さんにいろいろ話聞いてもらったり、サンギュさんにいろいろ聞いてもらったり、うん、で、まあ会社であの、その自分の上司とは違う、もうちょっと上の人だ、人が、まあ名人みたいな人が来て、で、まあ面談を何回かやって、それからまあ徐々にメンタルもこうちょっと戻ってきた。 うん、感じですかね、今は。やっぱりね、切れるっていうのはありですよ。そう、だからね。<laughs> 舐め、舐められてるっていうのも多分あるんですよね。いろんな面でね。そう、だからね、うん、まあ最終的にやっぱりそのメンタル持ち直したのは多分あの、切れた日やったと思うんですよね。<laughs> うん、ただ、あのー、個人的には反省してるんですよ。だって誰もいない、その上司と二人きりのところで切れればよかったんですけど、うん、最初はあの、廊下でも周りにも聞こえるようなところで切れたんで。<laughs> それってあの、周りの人から見たらパワハラじゃないですか。逆にね、上逆になってもね、ね下からうそうパワハラっていうのありますからね。そう,そ,うそう、そうだからね、まあそれはある意味、僕自身反省すべき点なんですけど、うん、でもまあもう切れるしかないなっていうようなこと言われたんで、うん、最終的にね、まあいろいろ、その、仕事上の話をずっとしてるじゃないですか。うん、でも、まあ、もちろん、僕は僕では正しいと思ってるし、うん、で、まあ上司は上司で、 あのできることとできないことがあるっていうタイプの人なんですよ。うん、で、まあ、できることとできないことがあるんだったら、もうそれはそれで、あの、こっちを受け入れるから、うん、やれって言わないでほしいって言ったんですよ。うん、あの、毎年毎年、あ,、まああの、反響ごとに目標はあるじゃないですか。うん、その目標の中では、やれって書いてあるんですよ、全部。うん、でもで、できることとできないことがあるっていう、みたいなこと言うから、うん、じゃあ、そんな目標を立てないでくださいってず,、うん、ずっと言ってたら、うん、君の言うことは僕には入ってこないなって。<laughs> 思われたんですよ、<laughs> 僕。<前>その瞬間からもう、切れましたね <laughs>。目標とかって、うん。まあ目標感に、ね、僕、全然先やってないけど、見ないですからね、上ね、言っても。でしょ見てないから、目標じゃない目標書いたろうかなっていう時<の>めちゃめちゃあって、さっき書いてますけどね。本当にね、だから、その、うん、その人が上げてくる、なんかね、方針みたいな。うん。 と普段言ってることが全然まあ、正直ね、その評価もね、それ<う>を基準に評価してないからね。そうな。あんに、君の言ってることは僕には入ってこないなって、標準語で言われた瞬間に、<laughs> これね、大阪の人間やからかわかんないですけど、うん、この言い方はちょっとないなって思いましたもんね。うん、一番消えるパターンですね。そう、大阪人からするとね。うん、ああみたいな。<laughs> いや、だって、 いや、君何言ってるか分かんねえよ、みたいな感じでしょ、要は。うん、いや、何言ってるか分かんねえって言われた方がまだ全然冷静に聞こえるんですけど。耳に入ってこない。そう。じゃあ君の言ってることは僕には入ってこないって。<laughs> どうしたらええのでもね、その、ジロさんの、息子さんも、うん、切れればいいんですけど、切れるにはそれなりのね、<laughs> キャリアいるんですよ。そう。だから僕、やっぱり必要やなって思うのは、うん 僕の方が経験も何もかも全部上やって分かってるんですよね。うん、だって上司の方が年下だから。<laughs> から切れても、まあ、ある程度分かるじゃないですか。こっちの正当性もあるっていうのも。そう。うん。あるから、だから、まあその瞬間これ切れても多分俺勝つやろっていうのがあるじゃないですか。<laughs> <laughs> そういうのってやっぱりある程度ベテランでないと無理ですからね。だから本当若い子のこういうメンタルダウンは一番は難しくてアドバイス。 ベテランだったらできるんだけど、どうなんでしょうね。辞めるのもありだよっていうところでもやっぱり、えー、まあ、うんうんって頷いてるっていうのはなんとか踏みとどまりたいってやっぱり息子さんは思ってらっしゃるっていうことですから。ね。まあその辞め、辞めるのもありだし、もう辞めてもいいよっていうのも簡単なんですけどね。なかなか辞めにくいけど、辞めるのも勇気にいますからね。だって散々言ってるわけじゃないですか。もう辞めたらその、うん ねなかなか正社員に戻れないよみたいなことをテレビとかいろんなところで言うわけでしょ。そんなことないって。まあもちろんそんなことはないんですけど、全然。うん。新、う、卒、んね、カード一回しか使えないんだっていうね。そう。うん。まあだから新卒っていうのやめりゃいいんですけど。もうね。うん。もう通年採用にすればいいんですよ、日本もね。うん、そうすれば、もうみんなそんなこと悩まなくて済むんですけど。うん。いやでも本当にね、まあ僕はあの基本的にその若い子。 うん、その21とか2ぐらいの子が、まあそういうの、仕事で悩んだりとか、そういう場面になったら、まあ先に切れてあげるっていうことはよくしてましたけどね。うん。うん。その上司に何か言われたりとかしたら、うん。まあまあ、簡単に言うと、うん、じゃあお前やってみろやって言うんですけど <laughs>。<laughs> 強いな。<laughs> そうそう。まあでもそういうふうに、あのね、明治みたいな上司とかがいればいいんですけど、なかなか、 まあ明治みたいな上司がいいってわけでもないですねいいすあの。そうそう、合わない人もいますからね。合わん人もいますね。そう、俺、俺と合わない人だっていますからね、うん、やっぱり。大阪弁が苦手とか。いやいや。あなたみたいな働き方できないって言われたこと何回もありますから、ね。いや、俺も、俺もありますよ。あなたみたいに振る,振る舞えないっていうのを。いや,いやそや、適当に走らせたらええやん、そんなそうそうやりまですってやらなかったらええやんって。山ほど言われましたよ。 うん。それ言われるたびにこっちは傷ついてるんですけどね。うん。多分、もう腫れ物に触るような扱いでしょうね。多分俺会社の中では <laughs>。今はそうかもしれないですね。うん。怒らせたら怖いし、基本的に相手のに逃げ場ないような戦い,戦い方というか言い方するから <laughs>。うん。多分。うん、まあでも本当にね、こればっかりはもうやっぱり、親、もし自分の息子がね、うん、あの、そうなって、例えば家に閉じこもって、もう会社行けなくなったら、うん 黙って見てるしかできないですよね。正直なところ。あとはやっぱり外に出歩けっていう風に、社会との接点を持つ方がいいから、会社に行かんでもいいけど、外に出たらとは言う。そうそうそう。まあ僕だったら、多分毎週キャンプに連れて行くんでしょうけど、まあ外に連れて行って、一緒になんかいろいろやったりとか。別に、その、例えば引きこもりになって、俺漫画が何年で、 言うんやったらそれはそれで全然いいと思ってるんですよ、僕は。うん。うん。まあ、とりあえずは、あの、一緒にどっか行って、うなぎ食べたりとか。<laughs> うなぎ洗ったりね。うん。まあ、そういう、ことをするぐらいしかできないですね。だって、多分ね、僕らよりも若い子の方が多分、しんどいと思うんですよね、仕事。うん。もっといろんなこと考えてるし、情報量も多いし、うん、いろんなことをおのずと考えちゃうし、惑わされることも多いし、だからやっぱり、 アドバイスなんて多分できないから優しく見守るしかできないのと、それ。名人が、例えば大卒で3年目ぐらいで、自分のキャリアのことなんか考えてました。多少は考えてたのと、今の子って本当に考えてますよ。でもキャリア考えてる割には出世したくないって言いますからね。出世はしたくないけど、うん、他の会社というか社会、あの会社辞めて他のとこ行っても、うん。通用するような。 まあそれもちょっとね、僕あの、マスコミに踊らされてるとっていうか、ツイッターに踊らされ。感じはします。うん。ただ、<う>あの、その会社以外のところでも通用するだけの能力をつけろみたいなこと言うじゃないですか。そんな、ないよ。はっきり言って、まあ。そう。だからそういうことを多分相談されると、うん。英語でええんちゃうって言うんですけど。うん、英語でいいと思う。ただ、ただみんながみんなね、<laughs> その、どこどこを辞めました、何年間お世話になった、なんとか卒業しますみたいなブログのエントリーをする、 ような人たちばっかりじゃないですから、うん。世の中にそんなキャリアのある人間ってどれだけいると思ってんのってことですよ。まあ、そんなの考えるのは、あの、リクルートとか、うん。b c とか、うん、まあ。そういうあのね、本当にそういう会社に入ったら考えればいいと思うんですけど。<laughs> でも、世間いっぱいそん、そんな大したことしてないからね、はっきり言って。そうだからね、まあこう、プレッシャーがすごいんですけど、うん。 僕、勉強なんかせんでええと思ってるんですよ。うんうん、地方の工場では。<laughs> え、だって、<や>あの、ひなをメスオースに見分けてる職人さんが、いる、うん、勉強。いらん。<や><こ>自分の。そこの感性なりノウハウなり。そう。パン焼いてる人でも何でもいいんですけど、うん、その自分のこの突き詰めてきた技術 それを、もう、あの、まあ、劣化というか、下がらないように維持しながら、うん、ま、もっと他の技術を広げていくっていうのはいいんですけど、うん、別にそれでね、なんか、新しい資格取る必要もないと思うし、構えすぎなんだと思いますけどね。うん。な高くなりすぎてるっていうのも。そう、竹中のおっさんとかに言うのは、勉強不足やって言われたくないからね。うん、だから僕は本当にあの、日本人って、今までその、まあ、ま、 ものづくりでずっと国を作ってきたんですけど、俗人化の突き詰めたところが日本人だと思ってるんで、そうですよね、確かに。うん、一人一人が本当にもう俗人化で職人化、うん、していったことによって、こう、日本の品質っていうのができてきたと思ってる方なんで、うん、そこに勉強とか、まあ、勉強っていうか、日々勉強してるじゃないですか、みんな。うん、自分の仕事のことに関しては。家に帰ってからね、 避難、避難の目装置とか、別に考える必要ないと思うんですよ。<laughs> 仕事中に本当にあの感性をもう鋭く尖らしとけばそれで十分やと思ってるんで、んまあ本当にプレッシャー与えすぎだなっていう。うあまり深く考える必要はないんですけどね。まあでも本当にあの親はちゃんと見守ってくれてるっていうのは、子供はわかりますから僕も入社2年目ぐらいの時にもやめるやめるって言って、本当に体壊してやめるって言ったタイミングで、 親父が何も言わずに、もう鼻気になりながらも夜、夜中帰ってきたら明け方に芋がを作ってくれたのすごい思い出たのではありますね。めったに料理作ってくれないけど何。<laughs> 何その感動エピソード今ツイッターでバズりそうな。なないやな、な、なんも、なんも意味はないけど、まあまあこれ食えや、みたいな感じで、おかゆが僕好きなんで、うん。うん、作ってくれて、いいまあ、まあ、そんな親との感動エピソードある人は。いやいやいや。 もう何もないでうんな。何も言わなかったですけどね。うん、うんまあ、辛そうにしてるから、まあ、できるとこまでやれや、とか、いうことしか言わなかったけど、まあ。まあでも、親としたら、うん、まあ、やっぱりそういう、その、すごい、しんどい仕事の中で、最悪の状態になる人がいるじゃないですか、やっぱり。うん そうなった時に、まあもちろん会社を訴えたりとか、あの残業が多すぎたとか労災とかっていうふうに会社を訴えるんですけど、うん、やっぱそれ以上に、やっぱ止めたりとか、会社辞めろって言えばよかったってみんな自分を責めると思うんですよね。うん。それを考えると、うん、まあやっぱり頑張っていけとは言えないですからね。うん。だから頑張れっていうか、まあ、 やれるとこまでやればって、やめなければやめていいし、辛かったらやめたら、みたいな。感じでしたけどねそうなってる子は、うん、やれるとこまでやってるんですよ、きっとも。多分ね。うん。だからもう本当にね、うん、まあ、浜田翔子の曲じゃないけど、うん、もう自由に生きていく方法なんて100通りぐらいあるんですよ。うん、だって、まあ僕はね、たまたま本当にあの、明治と違って、大学卒業したわけでもなくて、うん、その入社試験を受けたわけでもないのに、こうやって、ね、 たまたまほん、個人的には、酒屋さんになりたかった人生やなとか思ったりする時もあるんですよ。酒 <laughs> <laughs> 屋さんね。はいはい、うん、酒屋さんとか、うん、そういう職人、まあも、ともと僕職人なんで、うん、あのカメラ職人だったんで、まあ職人に憧れてるっていうのが昔からずっとあって、うん、こんなサラリーマンよりも、 ま今でももうちょっとあの早期退職して盛官屋さんになろうかなってちょっと思ってるんですけど。うん。まあただ長野から今やった薪ストーブの会社にもう一回入ろうかなとか。言ってましたね。<laughs> うん。だからね、あの、結構ね、まあもう本当に50過ぎるとなんかあの転職大変とか仕事ないとか言うじゃないですか。うん、そういうプレッシャーで言えば若い人よりもはるかにあるんですよ。うん。辞めた時の不安ってね。うん。でもそれでも、いや、盛ん屋さんとかそういうのってできなくないでしょう。うん。 まあ農業でも何でもいいんですけど、うんで。全然それでね、多分ね、長野だったら食べていけると思いますよ。<laughs> まあ。だからね,ね、大人になるとやっぱり視野が広がるから。そうんうん。まあ、だからやっぱり、ジロさんのこの息子さんに関しても、やっぱり今のスタンスは別に僕はいいと思うし。そう。まあ、息子さんはあれですよね。うん、あの、親のアドバイスじゃなくて自分で選んで自分で決めた仕事なんで、うん、それが逆にまあ、やっぱりプレッシャーになるじゃないですかね。うん まあでもかといって人に言い訳させれないから、それはそういうに立派だと思うからいいと思いますけどね、うんうんうん。なんか逆にそれがやめにくいんですよね。これ親に言われて行ったんだったら反発してやめりゃいいだけなんですけど、うんうん、自分で選んで、自分で選んだ会社で自分で選んだ仕事で、うん、で自分でその横浜が東京に行ってっていうのを全部自分で決めてるんで、うんうん、ここでね、やめると、 まあ今まで自分も否定することになるし、どうや,どうやって言い訳しようかとかいろいろ考えるじゃないですか。まあでもやっぱり人生の分岐点っていっぱいあるわけで、僕も全然ずっと一社しか入ってないけど、あの時のこの判断してて今があるのかな、ないのかな、みたいなことは、やっぱり何か所かあるんで。まあだから入ったこと自体は間違ってないんですよ、絶対。うん,うん。で、働いたことも間違ってないし、その経験も無駄にならないんですけど、うん、まあでも、お金もいっぱいあるから。うん。っていうしかないですよね。うんうん まあでもこればっかりはもう、よそ様のお子さんなんで。うん、まあわからないなんで、もだいたい人間関係だと思うんですけどね。人間関係やったら、まあ、あの、正直に相談をね、うん、やっぱり一回して。うんうん、で、それであの会社から、まあ、あの、いや、それでも頑張れって言われるんだったら、じゃあやめますと、うん。で、いいと思います、うん。で、いいと思いますね。うん、まあ、その会社を僕ら知らないんで、うん、もうね、その会社がいいかどうかもわからないし。そうですね。 こればっかりは、でもやっぱり一番近くでいる。僕ら、うん、あの、お子さんって言うてもいろんな性格の人もいるし。わ、うん、からないですからね、こればっかりは。うんうん、僕らのアドバイスっていうのがね、まあ。あの、戻ってきてる人も全然いるし、うん、まあでも割合的には半々ぐらいかな。やっぱりあの、なんだろう半。僕ら、僕のとこ半分もないです。あの、大体パターンとして悪いのは、この、復帰休養を繰り返す人ね。 うん、半年ぐらいでゾンビみたいな社員みたいなのがやっぱり状態化していますから、それは良くないなと思いますね。辞めるんやったらスパッと辞めた方がいいのになって思ったりはしますけどね。うん。なんか本当に、まあ。まあただそういうその社員がいるとその上司の評価っていうのが、まあ僕らは実際その評価する立場じゃないんでわかんないですけど、うん、やっぱ良くはないみたいなんですよね。うん。その自分の部下が、 そういうふうになると。うん、で、やっぱりそういう、その上司がまたあの上の、そのまあ出世というか、位置で上がるときに、他の、他のところから、いやいや、あいつ、こういうことあったやろっていうふうに言われたりするんですよ。きついなうん。それの責任はみたいな。なるほどなうん。まあ、要はマネージメントの部分で突っ込まれたりもするんで、うんうん、まあ、だから、 今、そういう上司はやっぱり考えてはくれてると思うんですよね。うん、そこそこ大きい会社であれば。うん。うん。やっぱり自分の評価にもつながるし。だからまあ、あの、一度、まあ相談、まあ親から相談するのもね。うん。まあもう、でも見守ればいいですよ。うん、あの、無理せんでいいよっていうふうに言ってくれたら、だいぶ僕は心は楽になるとは、もしまできるとこまでやればっていうのは、 突き放してもいるし、なんだろう。頑張れとも言ってないし、なんかグレーな感じがして <laughs>、できるとこまでやればっていうのは、僕は言い方だなぁとは、まあね、親のことはちょっと思いましたけど。ちょっと次に、もし息子がそういうことになったら、ちょっとあの、うん、夜中の3時ぐらいに起きて芋雑水をちょっとね。<laughs> 何を言わせく、ね、って。うん。はい。 ということで、えー、ジローさん、ありがとうございました。まだ,だま、ありがとうございます。大変だと思いますけど、はい。あの、ラジオ聞いていただけたらなと思います。ステッカー以外のノベリティなんか考えます。そ,そうですね。ステッカーり直すのは一番まいですけど。こんないい加減な男っていうか、大人がね。うん。うん、なんとかなってるんで。<laughs> でね、本当に。はい。ということで、えー、お気に入りありがとうございました。 ありがとうございます。はい、それでは皆さん、おやすみなさい。さようなら。